激しいスタート合戦での幕開けとなりましたシリーズフェンファイナル。現在風の方はほぼ無風に近い状況となっています。これより迎えるカードは第10レース2つ目の準優勝戦です。1号艇片山亮介、2号艇高橋秀幸、3号艇沖悟、4号艇金森文義、5号艇上野明宏、6号艇中島光平、以上6選手の対戦です。ピット離ればらつきありましたが、定番通り絶好枠からインコースに向かうのは片山亮介であります。トップクラスの呼び声高しの船足であります。シリーズ初の陰線しっかりとものにしてくるか、インコースに構えます片山。そして無念の焦点除外とはなりましたが、その鋭い攻め限りはありません。2号艇高橋秀幸、センター3コースにはベテラン3号艇沖悟です。片山と双璧とも言われるパワースリットを越えてから一気の攻めがあります。3号艇沖、ここまでがスロー。角4コースには地元4号艇金森文義、こちらはレース足抜群、地元で燃えています。5コースには現在まくり連勝中であります5号艇上野明宏、そして大外6コース、今日の1走目の白星は実に軽快でありました。船足最悪は出したか、6号艇実力者の中島光平。定番通り2つに分かれて3対3、第10レース2つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。2コースと5コーススタート優勢、2号艇高橋、5号艇上野です。インから1号艇片山が逃げる、2号艇高橋が指して握って回る5号艇上野、内からは6号艇4号艇飛び込んでいくか、先頭争い好枠2人、1号艇片山に指して届くか、2号艇高橋秀幸閉鎖機がかかる、3番手争いは6号艇5号艇両者の攻防。第10レース準優勝戦スタート正常、絞り込む1号艇片山亮介が2マークトップでクリア、開いた切り込む2号艇高橋秀幸、2番手追走、打ち狂った6号艇中島光上位体系は先頭1号艇片山、そして2番手2号艇高橋を捉えた6号艇中島、2番手ここで6号艇2号艇両者が並ぶ、すぐ後ろからは5号艇上野も接近、三つどもえの2番手争い、2周の1マーク、6号艇中島光平がコーナー先取り、5号艇を回して懐飛び込む2号艇高橋秀幸も逆転あった、2番手は6号艇中島光平が浮上、上位体系は1番6番2番となりました。4番手3点審査5号艇上野明宏、後方は3号艇4号艇が続いています。上位体系162となって2周2マーク、1号艇片山亮介先頭、6号艇中島が鋭いサッシャンドルで一気に差を縮めてくるが、ここはすぐさま絞り込む1号艇片山亮介、3点審先行、1番6番2番最終周回に入っています。インコースから振り切っていった1号艇片山亮介先頭、そして振りな枠番6コースからのレースでありましたが2番手、そして鋭い攻めでコーナーごとに差を縮めてくる6号艇中島光平、しかし先頭を守っている1号艇片山亮介、上位体系は1番6番2番の体勢、後方は5号艇3号艇4号艇が続いています。第10レース2つ目の準優勝戦、ここは人気に応えていきました1号艇片山亮介先頭、そして6号艇中島光平、振りの枠番を克服しましてファイナル進出ということになりそう。2号艇高橋秀幸、好スタートを攻めました。3番手162、先頭1番片山ゴールイン、2着6番中島、3着2番高橋ゴールイン、5番上野ゴールイン、3番沖ゴールイン、ラスト4番金森ゴールインです。